とりあえずハーフの種類がいくつかあります。これは2種類、ね、これは伝統的なハーフ、ね、は逆ハーフが1種類で2種類で2つありますね。あとはリーハーフもあります。全部お考えとダメですよね。で今日はハーファーからハーフナウミークのお話を練習したいと思います、ね、相手はとりあえずミシロからハーフで、相手はもうこれはよくあります、ね、押して前に行くのも もちろんありますけど、足が自分より前の人はしっかり並んでるからとりあえず行けない、ね、僕の好きなのはもう逆ハーフに入りますね、首取るのも難しいから僕はこっちにクロスベイトをやります。よくあるのは相手はこれはフレーム引っ張っていきますんで、ね、押してるその瞬間でこれをこういうふうに簡単にいきます。ちょっと耐えてます、はい、耐えるのはこれは前に行けないような、でも上だからいけます。で上に行くと同時に膝の下の足はよく似てます。1、2で越えました、ね、しっかり持ってる、ね、僕と代わりの人は結構声が分かるので、ね、1、2、3すごい簡単な動きですけど、もう不自然だからと考えないとなんですよね。位置、ね、しっかり変えてください、ね、これを前に行かない、この上簡単に行きます、ね、肩がもう耐えられません。1、2、この足は横、しないと相手がブリッジするとスイープします、ね、はい、じゃあ最終はこれは左、もう好きな方向はこっちですよね、みんな。だからこれで5回ずつやってみてください。ね、1、2、本当にね、僕はあの腰固定してるのね、それだったらこっちは簡単にいきます。でもうこれはパーツしたんですけど、これは足の中だから良くないです。So when my knee is inside his legs, I still have no good position here. I have to speed out to get his knee. So for me, I just grab this one here.And don't just sweep out here. Come on, he is here. Hold on to the edge of the pants. Here. だからしっかり固定すると戻ります。ね、ここだからハーフマウンテンに入ります。ごめん。パンチ。Once my knee is out, I can come back this way. もう固定すると。もう膝を抜くとこっちに行きます。で、ここでは一番まずいのは相手はスペースを上げて D ハーフに戻る。それしないようにしっかり胸と胸でここ胸と胸をやってここだ。Dハーフって最初に思うんですけど、今行けます。いけないです。ね、エクササイズか。じゃあ、もう固定して、どうしよう。ここ、しっかり。で、膝抜く。ここ。で、戻る。ティーハーフ体験はできない、ね、次の動画これをやってみてください。押してる方かというともいろいろありますけど、でこれ持ってるのをあのそれ持ってるのかどっちかも違いますけど、ここだったら相手はすぐあの離さないで1、2、3
で、ここだったらこの状態でもこれはなるべく手の甲は下で、肘の下で作って上に行きます。で、ここだったらハーフマウントですね。で、相手はここだ、ここを作るとね、そんな簡単に決められません。まだパースガードしてない、足はロックしてますよね。なんでここは作ってからしっかり挟んでいきます。相手はわざとこれをフェースワーク作ります。で、これは相手はほとんど横に行きたい。で、これは心配してるからあっちに行きます。決めてこっちで、これはこっちに行きますか、あとここね、2パターンあります。これを作ったから相手は絶対こっちに入りたい。で、横に行きます。で、見て、自然にこれは外だね。これは外だったら一発頭のところではステップまたいで固定手術を決めてますね。ここからこれはこの中に入ってるのあるんですよね。持って抜く、これをどん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 上になります。相手はこれはあやだ、ここ何も触らずに入れ取りました。ね、ここではもう決めるけど、こっちの方は、最後の最後。これはもう、三田のディエゴさんを結構使っています。ここ、三田、上、わざとこっち目指す。相手はヤーダーから横にする瞬間でここ。挟む。最後ではもう決めてます。次、ここでこっちで、これは低いから、低いならこっちはもうショーウィングファーストとこもバーリーとこもできます。うまくやってる人こっちでしっかり胸のところで引っ張ってますね、ヤーダーから1、2、3、これヤーダーから相手はこっちに行きますね。キャッチ、挟む。で、柔らかい人はこれは決められません。で、プレッシャー与えますね。しっかり胸打って、もも肉の上ではしっかり挟んでるなら相手は逃げられませんね。相手は逃げてください。はい、では最後でやってみてください。